ごきげんよう。ごきげんよう。今日はですね、なんとマジョリカさんとのコラボ動画です。ありがとう。お悩み産み落とされてよかった。しゃしゃ。今日どんなメイクなんですの？私は秋デカめになりたいのです。ということで今日は秋のデカめメイクです。すごかったね。いや、すごいんです。だから最後まで見てください。その方がデータ的にいいからよろしく。せーの、スタート。下地からやっていきたいと思います。こちらマジョリカミルキースキンマスク、スキンミルク、美容液、マスク、化粧下地、全部これ1本で素肌メイクが完了するそうです。え、ミントフローラルな香りだって。嗅ぎたい。出してみる。え、緑だ。え、緑っぽい色だから結構ほっぺが赤いんですけど、はい、それも抑えられていいかも。これ朝用のメルマスクとか、まず朝パパッとやるときにじゃあ超便利ってことです。時短でいい。いい匂い。あ、いい匂い。うん、もうこの匂い好き。しかもなんかちょっとトーンアップしてない？したファンデーションだね。ファンデーション。マジョリカミルキースキンリメイカー、これ前使ったよね。そう、すごい良かった。順調に使ってるから。気になるところはちょっと多く押さえて使います。ポンポンして。マットになりすぎないんだけどカバー力が高いというのがすごいいいと思う。ベース眉毛はマジョリカブローラッシュカラーリスト。眉マスカラはね、いつも言ってるけどね、こう着ながらにね、逆らってからまた戻すっていうのがいいね。あ、結構しっかりブラウンがつくね。なんかね、黒髪の人とかも眉毛だけちょっと赤みブラウンとかにすると結構引き締まって赤目とか変わるね。いい感じじゃない？はい。アイシャドウ、じゃじゃんじゃんじゃん、マジョリカジュエリングアイズ EK785。 なんかね、女って感じ。女、最近のテーマが女だからさ。濃い方のピンクをベースで塗ってきます。見た目もピンクで粒子がすごい細かくて可愛い。いいんじゃない？え、待って、モテるかも。え、来た。モテたい。いいじゃん。待って、モテるかも。今30分寝てたから、そこの人をダメにするクッションで。そう、最近も無理だと思ってる。ちょっと待って、いいかもね。え、このアイシャドウめっちゃいいよ。色可愛いね。このブラウンを、目の際に入れてきます。ピンクだけだとちょっと腫れぼったくなっちゃうっていう人におすすめかな。一気に引き締まります。もう今は全然ピンクだけも結構好きなんだけど、ピンク下にも入れようと。わしゃわしゃい。なんかさ、 YouTube だけ見てたらさ、そんな変な人と思われる。OK。 はい、アイシャドウ終わりました。え、なんかいいか、モテそう。モテたい。こちらを使います。じゃじゃん、マジョリカのラッシュセレンドカーラー、下地として使ってきます。5種類の美容成分が入ってるらしい。出して出して、ノアちゃん。はい、これが入っているよ。キラン。現代技術ってすごい。すごい。大人の力、編集の力ってすごい。まあ、勤めてて私が説明するから。よろしく。でさ、わ、すごい。すごい。え、すごいよ。え、肩ちょっと寄って。全然違う。え、違う。え、すごいすごい。今ってかちょっとしか塗ってないよ。マジで。ギャルみたいになっちゃった。マジで。切れ毛防止成分と、まつ毛保護成分と、毛髪保湿成分と、ツヤと、毛髪保修成分が入ってるって。それすごくない？うん、なんかとりあえずマジマジ最強は視聴行く感じ。あ、すごいわ。え、てかこれ1本でもいいくらいだよ、ほんとに。キューティクルケアをしてくれるんだって。すごい。まあ、まつげもね、髪の毛と同じで痛みますから、ね、え、寄って寄って、見てください、このまつげ。すげえ、つけましてるみたいね。てか、まつげパーマしたみたいじゃない？今、つかしてますかって疲れそうね。でもこれだけじゃ終わらないんだよ。まあ、まじまじゅさんといえばね、マスカラがね、yes. とにかく有名じゃないですか、yes. 今回は使っていきたいと思います。こちらです。マジョリカラッシュエキスパンダーロングロングロング。ロングで、ロングで、ロングよ。でも私ちょっとナヨンちゃんにハマってるから、ロンリロンリロンリーっていう曲が出てきました。かわいいナヨンちゃん。ああ、つらい。使い方があるね。はい、教えて先生。3回まず回します。よくね、液を絡ませる。あ、それで、よく絡ませたところで2秒かけて根元からスッと上げてきます。でね、この時にね、マジョリカっていうのを上げると超分2秒らしい。すごい。マジョリカこんな感じで、マジョリカ滑舌言えてなくない？下はね、細かい、ちっちゃい骨くらしで。なるほどね。根元から毛先に向かって滑らせるのか。そう。ヘイ、マジョリカロングロングロング。見
てください、このまつげ。え、すごく伸びてない？マジ？え、ビフォーアフター、マジやばい。こっちアフター、ビフォーアフター、ロングロングロング、イエイイエイ。え、普通にすごくない？すごい、こんだけ上がるんですよ。横から見たらもっと上がる。めちゃめちゃデカめになる。見て、どっちもしました。やば、ほら、こんなに目のさ、縦幅がさ、グンって広がるからさ、すっごいデカめになるよ。ほら、すごい、こんなにまつげで変わるんだね。ね、なんか下からとよく分かる気がする。これがね、今だけ数量限定パッケージらしい。なんか数量限定とかに弱いんだよね。数量限定とか期間限定とか。じゃあアイライン引いていきたいと思います。まつげがね、これだけね、めちゃめちゃ主張が激しくて超デカめにしたので、ブラウンでちょっと柔らかめな印象にしたいと思います。モテたいし。すごい描きやすいんだよね、これが。目尻にちょっと垂れ目っぽく引きました。こんな感じです。もう目大きくなった。ロングロングロング、イエイイエイ。チークはこちらです。マジョリカマジョルカのパフルチーク OR302 番、私の大好きなオレンジチークですね。オレンジ、オレンジ。マジョマジョのいいところはすごいパッケージもめちゃめちゃ可愛いこと。パフ見て、めっちゃ可愛い。パフパフパフ、すごい。え、オレンジ発色めっちゃいい、見て大好き。てかこの絶妙なオレンジが結構好きかも。すごい綺麗な色、美しい。やばい、秋モテるわこれ。え、待って、モテるか、モテるかも。嬉しい、彼氏できたらどうしよう。パンパン。リップはマジョリカマジョルカピュアピュアキスネオ。よくない？ピュアピュアキスネオだよ。あ、でもほんとシアって感じ。すごいモテそうな色だよ、明るい赤。え、すごい綺麗な色。え、てかね、シアタイプだからね、すごい唇への密着度が高くて綺麗。色なんか大人の女だよ今。なんか一度塗りでも可愛いんだけど、二度塗りでもいいかも。やばい、秋の大人だわ。で、モテたいのでうるうるにします。はい、こちらね、これの大好きなの、マジョリカマジョルカハニーポンプグロスネオリップグロス。ちょっとベージュっぽい色なのかな。このハニーポンプグロスのシリーズがすっごい好きで、ずっと使ってるんですよ。すごい一気にツヤ感が出て保湿もしてくれるし、めちゃめちゃいいんですよ。これ大好き。ズンチャッチャズンチャッチャズンチャッチャッチャ。待って、漏れてない？かわいい、よかった。どうでした、マジョマジョ縛りで秋のお目目でかくなっちゃったメイク。革命でしたね、正直。うん、なんかアイメイクにあんまり重点を置いてなかった今まで。結構ベースとかを大事にしてたんだけど、めっちゃアイメイク大事だなと思った。めっちゃ、だって目でかくなるんだもん、こんなに。しかもこれ今ブルーじゃん。うん、かわいい。かわいいよね。うん、もう青好きだし。なんか今あれだってよ、ティントもあれだって。すごくない？なになになに、ティントマスカラ、ちょっと読んで、読み。自然にパッチリティントマスカラ、はい、EK961、 2層が混ぜ合うことでまるで染まったように自然に色づき、上向きロングまつげです。ティントマスカラ、え、すごい。それ今度何かでやろう。うん、ちょっと使う。黒の層と青の層があって、カラー効果のティント成分とケア効果、ツヤパック成分が入ってるって。え、なんかティントって聞いたらさ、ちょっと落ちづらいのかなみたいな感じで思うけど、ツヤパック成分とか入ってたり。これ使いたいです、後で。また今度違う動画で使います。ということでね、はい、マジョマジョ縛りでした。いや、すごいね、革命だった。やっぱでも、まあ一応それマスカラかな、全然違った。うん、うん、あ、そうだ、これはさ、何、今から頑張って15秒以内にこのキャンペーンの紹介をしてもらいたいんですけど、何何何、できますか？できる、できる。じゃあカンペ出すから、せーので、いきますよ。オッケー、せーの、はい。9月26日水曜日深夜1時59分まで楽天でお買い物マラソン開催中。9月末まで送料無料クーポンをもらえるお得なキャンペーンをしているから、ぜひ概要欄の URL から飛んでみてね。言えた、物くわかんでない、滑舌もいいでしょ、よろしいです。え、そう、ちょっともう一回ゆっくり。9月26日水曜日の深夜1時59分まで楽天でお買い物マラソンやってるみたいです。で、9月末まで送料無料で、クーポンもらえるお得なキャンペーンをしてるので、概要欄の URL から飛んでいただければ、これはお得にゲットできることだよね。送料無料だから、ぜひチェックしてみてください。私最近楽天カード作ったばっかなんですよ。そう、いいじゃん。 OK です。じゃあみんな、またねー、またね、バイバイ。ここだけでもいい、何も知らなくたっていい、今日も春の海に焦がれて。わっしょい、ハッピー。